皆さんこんにちは。大阪文化服装学院の虎屋敷里奈です。衣食住の一つとして生活に欠かせない洋服、それをデザインするのがファッションデザイナーです。本日はファッションデザイナーの仕事について紹介します。ファッションデザイナーの仕事を紹介する前に、普段着ている洋服、皆さんは服がどのように作られ届けられているか知っていますか？服が手元に届くまでに大きく分けて3つの工程があります。それぞれの工程にどのような職業が存在するのか見てみましょう。1つ目は作る工程、2つ目は売る工程、そして最後は伝える工程です。それでは各工程を詳しく見ていきましょう。まずはじめに作る工程。ここでは主に洋服の企画やプロデュースを行うマーチャンダイザー、服のデザインを行うデザイナー、デザインから型紙を作成するパターンナー、生地を裁断し縫製を行うサンプルメーカーなどがあります。また最近では SDGs サスティナブルの観点からデジタルを活用し、生地の無駄を省き環境に配慮したものづくりを可能にする新しい職種、3D モデリストも誕生しています。服が出来上がったら次は売る工程です。商品の仕入れや買い付けを行うバイヤー、百貨店やセレクトショップなどに販売する営業、お客様に直接販売するショップスタッフなどがあります。そして最後は伝える工程です。商品をメディアに紹介し世間に広く知ってもらうプレス、写真や動画に掲載するスタイリングを作成するスタイリスト、また最近では SNS などを活用し情報を拡散するインフルエンサーという仕事もあります。以上、服が皆さんの手元に届くまでに様々な職種が存在することを理解してもらえたと思います。ではその中で服のデザインを考える仕事、ファッションデザイナーの仕事について詳しく見てみましょう。ファッションデザイナーという職業を聞いたことがある方は多いかと思いますが、実際にどのような仕事をしているのかご存知でしょうか？デザイナーというと一人黙々とデザインを考えるというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、ファッションデザイナーの多くはアパレル企業やブランドに所属し、さまざまな職種の方と関わりながらチームで服を作り上げていきます。では詳細を見ていきましょう。まずマーケティング、市場や消費者の動向をリサーチします。リサーチした情報をもとにトレンドを予測し、シーズンごとのテーマやそれに基づくビジュアル資料を作成します。作成したビジュアル資料を使用しブランドメンバーにプレゼンテーションを行い、デザイナーの考えを伝えます。デザインの方向性が決定したら、ここで初めてデザイン画を作成します。完成したデザインのカラーバリエーションを考えたり、生地やボタン、ファスナーなどの副資材も決定していきます。一連のデザインが確定した後は、パターンナーに型紙の作成を依頼し、その出来上がりをチェックします。縫製工場で作成された試作品、サンプルをチェックし、思い通りの仕上がりになっているかチェックします。サンプルチェックではデザイナーだけでなく、ブランドの各メンバーが集まり、それぞれの領域のプロとして意見交換し、より良い商品に仕上がるよう何度も検討を重ねます。商品が完成した後は EC サイトや SNS に掲載する商品写真の撮影です。ここではテーマやイメージに合う仕上がりになっているか、お客様にとって魅力のある商品に映っているかをイメージしながらチェックしていきます。そして最後は百貨店やセレクトショップなどのバイヤーへ向けた展示会で商談を行い、商品を PR し販売につなげます。以上、デザイナーの仕事を説明しましたが、どうでしたか？ファッションデザイナーというと漠然と服の絵を描くことが仕事の中心というイメージをお持ちの方も多かったと思いますが、デザインはもちろん完成した商品の撮影から商談までと、とても幅広い業務があることをご理解いただけたかと思います。ではここからは高校生の皆さんからよく聞かれる
ファッションデザイナーに関する質問にお答えします。ファッションデザイナーの多くが専門学校出身者です。デザイナーになるには絵が描けるだけでなく、服を作成する一通りの知識と技術が必要です。そのため専門的なスキルが習得できる服飾専門学校がおすすめです。設備面においても大学に比べ専門学校の方が充実しているケースが多いようです。専門学校では目的に合わせて様々な学科やコースが設定されています。一般的に作る、売る、伝える、そのいずれかの領域を専門とするカリキュラムが用意されています。ファッションデザイナーを目指す方におすすめの作るスキルを学ぶクリエイター系学科について詳しくお伝えすると、発想方法やトレンドを学ぶデザイン、服の設計図ともいえる型紙を作成するパターンメイキング、ミシンでの縫製技術を学ぶサンプルメイキングを中心に、マーケティングやカラー、グラフィックデザインなど幅広い知識を学びます。ファッションデザイナーになるために必ず必要となる資格はありません。デザイン、パターンメイキング、サンプルメイキングを学び、技術を習得することでファッションデザイナーになるためのスキルが身につきます。またパターンメイキングやファッションビジネス、カラーなど専門分野の検定に合格されると就職にはより有利になります。一番は人と関わりコミュニケーションを取ることが好きなことです。先ほど説明したように服を作る工程で様々な人と関わります。また好奇心旺盛で何事にも興味を持つことも大切です。ファッションはアートや音楽など様々な文化の影響を受け発展してきました。服が好きなことはもちろん、そういった様々なことに興味を持つことが結果新しいファッションを生むことにつながります。一番の喜びは自分のイメージ通りに服が出来上がった時です。また街や SNS で自分がデザインした服を着用している人を見かけた時はテンションが上がります。皆さん、ファッションデザイナーについて理解できましたでしょうか。ファッションデザイナーは洋服を通して人々の生活を彩ることができる魅力のあるお仕事です。では最後になりますが、私が勤める大阪文化服装学院の紹介をします。作るを学ぶスーパーデザイナー学科とファッションクリエイター学科、売るを学ぶブランドマネージメント学科とファッションビジネス学科、伝えるを学ぶスタイリスト学科の5学科で構成されています。その中でもスーパーデザイナー学科は世界で活躍できるデザイナーの育成を目的とした4年生の特別学科になります。基礎から応用までを2年間で学び、3年生からは各自がマイブランドを持ち活動するという他にはない実践的な内容となっています。卒業後は大学卒と同等の称号、高度専門士が取得できます。その結果、ファッションデザイナーとして大手企業への就職や、卒業後すぐ独立起業しブランドデビューを果たすなど夢を叶える学生が多く出ている大変人気の学科です。興味を持たれた方はぜひオープンキャンパスへ足を運んでみてください。以上、ご清聴ありがとうございました。